ニューストナイトのアンカーマンが独自の視点でニュースを見つめます。今夜のアンカーマンは産経新聞編集委員の荻原康さんです。さあ今夜は何が見えたでしょうか。はい。えー、っとね、書評合戦、ビブリオバトルから何が見えるかということで、はい、早速ですけれども、ええ、あのー、最近ね、なんか読んだ本の中でこれは面白かったという一冊って。 なんかあります最近最近出たものではないんですけれどもまあまあ去年から今年にかけてとかなんかあこれは面白かったなぁとこれは人に勧めたいなぁとあ女陸さんが賞を取られましたよ、ね、はい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 で私何冊か持っててもう一度呼び返したんですけれども、うん、チョコレートコスモスっていう、はい、あの芸能界を舞台にした 物語なんですが、はいはい、えー、女優たちのライバル争い,みたいな、うん。なるほど。こういうのをぜひお勧めしたいなというふうに思います、ね。なるほど。女陸さんね。はい、なるほど。ファン、ですか。ファンです。そうですか。えー、ぜひお勧めしたい一冊だと。古いものも一度読んでほしいなというふうに思います。なるほどね。介護、はい、でしたからね。今回もね。えー、あのー、これ、まあ、今回このビブリオバトルの話なんですけれども。あのー、まあ。 パッとこうね何読んだって聞かれると最近ねあんまり本が売れてないこともあるんだろうけどあんまり読んでない人が多いですよね。一頃一昔前だったら、はい、こんな本面白いよっていうようなことも会話に上ってたんだけれども、えー、最近はやっぱりどうですかスマホがねもう本当にこう普及しだしてからというのにかなりリンクはしてくるんだけどなかなかこう答えに窮してしまうというかことがあったりするんですけどあの,あのパッとと出てきたところはさすがでも随分古い本なんですけど、ね。ね、<laughs> ですそれは <laughs> 僕はあの SF でねもうすぐ映画封切られますけどメッセージというね、はい、これのねあの読みましテッドちゃんのあなたの人生の物語読みました面白いこれはなん,なんかあの不思議な宇宙人の言語の物語ですよねそうそううすもうえこれはまあ、ちょっとあの話はあれなんですけど非常にこれは良かったです、はい、あのぜひお勧めしたいなと思うんですが実はあのこれこういう話題取り上げるのはあの新聞のね読書面で皆さんよくご存知だと思います日曜日に大体あの各紙揃って出てきます。 まあ、昔は毎日やってた時期があるんですようちもねその読書面を担当してましたんで、はい、特にこの書評とかねそういうのは日常的に僕らが扱ってる、まあまあ、商品なわけですよね非常にだからプロの人が書く難解な書評なんかがすごく多かったりして、えー、まあそれを見るのが僕らは仕事だったわけですけどもこれをまあビブリオバトルという方実はこれ書評、まあ、素人の方が自分の本を持ち寄ってバトルをすると。 書評合戦戦戦をすすすると戦うとととうううういいわけななんんででこ今や全国大会まであるというねこれめっちゃ大げさに言えばですね、えー、これもう一つの甲子園のようなそういうあの広がりを見せてるんです実は。いい戦いなんです、ね、もうね10年ぐらい前にこれが出てきて案外みんなまだ知られてないんですけど硬、はい、派の書評とかそういうまあこれね例えば解説とかいう、まあ、よりむしろまあもうちょっと柔らかくね語りでこう 時伏せるというか、私の一押しの一冊。これを語り尽くす。はい。まあ、いろんなルールがあるんです。実は。あの、持ち時間五分。五分。で、あとはディスカッションとか、質疑応答の時間が二三分入ります。はあはあ、で、バ、バ、バトルのライバルが当然いるわけですけど。えー、まあ、あの、例えば四五人ぐらいかな。その、それぞれの推薦本。一冊ずつですけど。まあ。この。 一通りあの推薦を聞いた後で、はい、ギャラリー参加者にね挙手でどの本が一番読みたいですかってそういうどの人がじゃないんですよ本に投票するんですあそれで勝負が決まるんですか、はい、最後の一冊に残ればこれをチャンプ本と言います <laughs> チャンプなんですよこれは本がチャンピオンなんです、ね、本が主役なんですあくまでもこ本が黒子になって支えるのがあなたのわけなんですけどまあこれ例えばねあの実はこれあの えーっとあのもう少し原則を言いますと、はい、レジュメとか配布資料とかこれは一切使ってはいけないんですよ。<あ>ライブ感覚で勝負するんです。じゃあ何もこう。パワーポイントもなし。言葉だけ。言葉のみそ。そうです。あの何かなあのあれですよ。あのマイケルサンデルさんみたいなもんですね。まあ白熱教室みたいなもんですけど本当に言葉だけで勝負。しかも五分という制限付きですからね。あのこれ実はねあのー。 この10年前と言いましたけれども、はい、生まれたのはですねちょうど京都で生まれてるんですね実はこれは京都発祥なんですねはい今立命館大学にいらっしゃる谷口忠宏先生というねこの方が京都大学の情報学の研究官におられた時に、まあ、発案されたものなんですけれども英語ですすババリバリの理科芸の人の理人発話なんですよ実はで今ではですね普及委員会まであって、えー、全国に委員がいるんですよへえー で先日僕ちょうど大阪大学でこの土曜日にですね先週の学生たちのビブリオバトルを見てきました。はい、実際に、まあ、実際あの挙手して参加したんですけれども非常に面白いです。ね見てみたいですね。うん、あの本当にねあのいろんな人がいます。あの半分しか読んでなくてあの推薦する人もいたりして、ねあ。あそれはないんですか、ね。なしですこれは反則なんですよこの実はだけどうま <laughs> あのしゃべりが、ね、いろいろこれはちょっとうまいなとかいうのもあったりですねもういろいろあるんですけどこれ実は大阪大学ではあの中村あの正樹先生というねあが指導でビブリオバトルを授業に取り入れてるんですよ実はね非常に面白い試みだと僕は思ってるんですけど、うんまあ、いわばこれプレゼンを競う部分でもあり、はい、まあ知的書評合戦というふうにもう言ってるぐらいですから、まあ、こ,うこういうふうに谷口さんは言ってらっしゃいます。人をを通して本を知る 本ををを通して人を知るとというようよなことを、ね、言ってらっしゃいますけど、ね、これそもそも発端はねやっぱり林読ってありますよねゼミなんかで、はい、一緒にこう本を読同じ本を読むあれではなんかちょっと物足りなかったとやっぱコミュニケーションっていうのをもっと引き出したいということでこのいわゆるこのビブリオバトルをやることによって参加者が本の内容を共有できると一緒に一緒にやっぱりこう思いをね。もう一つは あの、どうにかスピーチの訓練になるんですね。すね生徒にとっては。五分っていうない、ね、その中でまとめないといけないですし、ね。そうなんですよね。えー、いい本に出会える。自分一人では無理ですから、推薦してくれて。で、お互いの理解が深まると。うん。 まさにこの自分の言葉で表現することが大事なんで、全国大会すごいですよ。東京であったというか、首都決戦って書いてありました。もうすごい人数が集まるんですよ。あ、本当にあの強豪たちが。強豪たちが集まってくるんです。その中で一冊を決めるわけなんですけれども。はい、まあ、あのね、先ほどもちょっとジャンプの話とかいろいろあったり、まあ。 あの以前にこう近畿大学の新図書館の紹介なんかもしてその時に漫画から活字に入っていくというそういう試みを紹介したことあるんですけど、えー、まさにこの何て言うかな活字にねやはり戻っていただきたいという切な思いがあるということは。 我々も一緒ですしねうそういう中でこの「ビブリオバトル」がこれブレイクスルーになればいいなと思ってまして、えー、昔これ「週刊ブックレビュー」っていう番組ありましたよね。あれ僕大好きだったんだけどまさにあの時に私の一冊がありましたその時もね非常にこうやっぱ感心しながらこう見てたわけなんだけどやっぱりこのどういうのかな語りに、ね、それがプラスしているあのテッドってあるじゃないですか今テッド、うん、あのいわゆるこの,あのマサチューフセッツ工科大学の。 を舞台にしていろんな方が自分のプレゼンをやるんですよね、はい、語りって面白いんですよということでここから宣伝なんですけど、はい、あの実は柴良太郎記念学術講演会というのを大阪大学と我々やっておりましてね今年で20年になるんです今年も6月の17日の土曜日に三景ホールプリーゼでやるんですがこの中でビブリオバトルの決勝戦をやりますあ、こ,この場所でやります決戦が行われるんですかすその予選だったんですよへ<ー>先週 ぜひですね、ちょっと面白いなと思って。いらっしゃる方、はい、あの、あの、これ実はね、あのー。イベントスクランブルと。ネットで打ち込んでいただければ、産経の。あの、ところに繋がりますので、ここで参加申し込みできます。実は今回の講演はですね。はい、書評家でフランス文学者の鹿島茂さん。鹿島茂さんですか。はい、講演していただきます。しかも、第二部には桂南光さんがいらっしゃいます。えー、これまたすごい。そうなん。作品を中心に。バトルを繰り広げます。はい、いかがですか、これ。 これでも芝作品もお気に入りってそれぞれにねありますから、ええ、他の方がどういうふうに思ってらっしゃるのかななんていうのもすごく興味深いところですもの、ねね、テーマはデジタル世代に送る芝良太郎ですはい、ぜひお越しください興味のある方はイベントスクランブルというふうにネットで打ち込んでいただきまして検索していただきますと、はい、応募方法などがわかりますのでぜひぜひ検索してみてください ビブリオバトル興味深いですね、はい、アンカーマンの目でした